スをご覧の皆さん、こんにちは。菅井優香です。中村ゆり子です。性格は亀かな。亀？なんか行動が遅いから自分のこと亀だったって思っちゃう。私は楽観的な心配性で、あどっちも、素敵だなと思うところ、やっぱりほんわかした雰囲気がすごく好き。あ、本当に。私は多分同じ答えかもしれない。なんか、まあ、居心地がいいかな。落ち着く。最近興味がある。最近興味あること。私、漢方。夏目とかドライフルーツ。なんか現場に置いてあったのを、あ、いいなって言ってた気がする。自分でも買って食べて。確かに。ドライフルーツとか食べてた気がする。食べてた。興味あることは、なんだろうな。韓国ドラマとか。韓国ドラマですね。ハラハラ系。ハラハラ系見ちゃう。尊敬した人。私はおばあちゃん。おばあちゃんなの、なんか、すごい、何に対しても強いっていうか、なんかドンと構えてる感じがかっこいいなって思って。確かそうなの。確かそう思った私も。母とかすごい強い。強いし、何でもなんか、笑って何でも乗り越えてる感じが、すごい強いなと思う。願いが3つかなとしたら。でもなんか、瞬間移動とか。瞬間移動確かに楽だね。瞬間移動したい。瞬間移動。そう思うと空飛びたい。何でもありだ。空飛びたい。あと、もう二つ。時空超えたい。超えたいな。タイムマシーン。あ、タイムマシーン。確かに。未来に行ったり、過去に行ったり。楽しそう。あともう一個。あともう一個。もう世界平和で。それが一番。もう平和に。私の一生かも。世界平和。確かに仲良くね。ねえ。仲良く平和に笑って過ごしたい。それで美味しいものいっぱい食べたい。ねえ、美味しいもの食べたい。三つ願い事。仕事してなかったら。私、保育士さんかな。なんか、職業体験して、このグループ入る前にすごい楽しくて、もうなり、幼稚園の先生とかなりたいなと思って。いいね。私、なんだろうな。でも、飛行機の仕事したい。一緒にやってんだとさ、とか。なんか何でもいいんだけど、お掃除する人でもいいから全然何でもいい。飛行機に連れてってもらいたい。海外とかに。なるほど。飛行機系か。飛行機。一番にテンション上がったこと。なんでテンション上がったこと。なんだろう。私は、最近、本当につい最近なんだけど、会社に入った時に一番仲良くなった女の子に、再会した。10年ぶりくらいかな。でもすごい。12年ぶりの再会。そうそうそう。奇跡的な。すごい。もう本当、もう懐かしい気持ちと感極まって泣いたのと、なんかその時多分なんだろう、鼻を、なんだ、すすってたからか、鼻の粘膜が破れて鼻血出ちゃった。涙出して鼻血出してみたいな。もうティッシュ、こうやって、久しぶりとか言って。そう。すごい。よく鼻血にたまに出して。あ、ダメだ。先週も。出ちゃう、そうだよね。鼻の粘膜が弱く。突然。突然ピューって出てがちなの。最近なんだろう、私は、すごい美味しいナンバスを食べた。京都とかに仕事行った時とかで、ナンバス食べて、すごい美味しくて、ナンバス好きになって、目覚めた。
毎回なんかプレゼントくれる、お土産くれる。関西に仕事で行くとで、なんか買っちゃう。ね、嬉しい。お土産買うんだ。コンペットもらって。あ、でもコンペット、コンペットくれた。なんだろうね。いい。どんな風に考えたんですか。何でも嬉しいけど、もう分かりやすく、なんか犬をにするみたいな感じ、あーすごいねーって言われると、普通に単純だから喜ぶかもしれない。よしよしありがとうみたいな。かわいい。私褒められる、なんか面白いとか言われると嬉しい。あ、面白くなりたい。なりたい。十分。面白いです。やったガッツポーズ。5年後の自分、なんだろうな、生きてる。あーねー、やめてー。殺さないで。想像できないかも。確かに、なんか健康でいてねー。なんか同じことが生きてるのかも。頑張ってるかーいって、よろしくね。ドラマ見てねー。見てねー。